はい、おばんでございます。日本語同学者の吉田です。最近はもう数も出したんで90近くなったんで、目標まであと10ぐらいですかね。100出したらちょっとね、多分野に行くか織り交ぜていくか、まあ、質問には答えていこうかなとは思ってますけれども、まあ、そこそこなんかなくてね、この間肛門の締めについてちょっと説明したところ、どう動きで見せてくれって言われたのってコメントが入ってましたので、たまたまね、以前にも出したことあるんですけども、肛門の締めイコール波を作るみたいな、体の中の波を作るっていうのとちょっと共通項があるので、その作り方みたいな、まあ尾骨を意識す、方向を意識するとか、肛門の締めを意識するとか、大体みんな、ね、どこを意識するかによって変わるんだけれども、結果的にまあその人の本当のピンポイントでやるってことは、今後ねレベル高くなってくると必要なんでしょうけれども、まあ私が提唱しているのはあくまでも運動基礎理論、基礎なんでね、そういうレベルの高いことじゃなくて基礎理論なので、まずそういった大雑把な辺からねやっていきたいかなと思います。それで今日はちょっと体の波をどういうふうに作るのかって、体の中で波を作るって言ってもね、最初大きくやってだんだん小さくやっていくっていう形のものが必要なんでね、基本でも何でもそうですね、技を大きくそれから体の中でこう小さくやっていくと、相手に気づかれないような小ささでやっていくという形のもので、本人の中ではそれをどんどんね、大きな動作からコンパクトにしていって、そしてこうきちっとしたものにしていくっていうのが、それが稽古の段階だとは思いますんでね。まず今日はそれじゃあ、体の波を作る、そしてどういうふうに相手に作用させていくかっていうところまでちょっと簡単に説明していきたいと思います。私の理論はあくまでも基礎的なものですし、私もそんなレベルの高いことができるものではないのですけれども、まあ何かの参考にしていただければなと思います。それじゃあどのようにして波を作るかってです、まず基本的には体の波を作るって、一応こういう動作ね、横から見るとこういう動作、昔も30前前からこういう体を柔らかくするっていうね意味でやってたものです。こういう風にしたら柔らかくしたらこうと脱力するためにやってたって、こうな、まずこれ簡単に説明は前のやつ動画に出てますんでね、こう横だったらこうね、軽くこう横だって、斜めだったらこう、これをこうやるっていう形のものなので、その説明は前の動画を見てください。今回はそのね、前にこう、例えばこういう構えで、空手の構えでも合気道でこうつけていく構えでも剣道の構えでも同じだと思います。どんなスポーツでも応用できると思いますけれど、まずそれじゃね、平行立ちって言って足揃えた状態からいきます。まず膝をここで、膝を抜くと肛門をこっち側でこう締めるのと膝の抜きは一緒です。若干腰反ってていいですけれども、これが1の動作。そして次、ここに樽を作ります。樽を作るっていうのを前の動画でやってますけどね、こことここ、洋服同等の圧をかける、こっちから丹田からこっち側にこういうふうに圧をかけて、ここに樽をボンと作るような感じですね。この状態でこの樽を作ります。樽を作ると同時に背筋がピッとこう伸びます。要するに背骨の肩甲骨のところの S 字の出っ張りをへこまします。抜く、尻の肛門を締めるのと膝抜くのが1、2で樽を作って背筋が伸びるのと一緒だから1、2で前に行くんです。1、2と、これが構えてこうなりますね。1、2、1、2、こうなるね。だから構えたらこう、この時みんなやっちゃうのはね、こうやった時に締めて、まあ腹から前に出ろってよく言われるんで、こう出ちゃうと大体腰反っちゃうんです。すると本当に1、2の動作になっちゃう、大きな1、2の動作になっちゃう。でもこれを
膝抜くのと同時に、これもちろん肛門を締めて尾骨を向こうの方向に持っていくね。そして2の動作でここを膨らまして、背筋の、肩甲骨の出っ張りをへこます。これが2の動作になると、波になりながらも体はまっすぐ動くはずです。でも体の中ではこうなんかこうできるみたいなね。腰が反っちゃうと、せっかく膝抜いて肛門締めてもこういう動きになる。これは本当にある意味、これでは練習ではいいんですけど、これをだんだん樽を作って、この波を体の中で作ってって外には表さないっていうんです。これがこう合気道で技かけるときでも全部この状態で、いや周りから見たら波作っても腹が膨らむと洋服同等になっちゃうんで、周りからはそういう波には見えないんです。この動きね、波を作るって、この抜く、肛門の締めと膝の抜き、そして樽を作るのと背筋の伸ばしを2と動作でやる。これを何回も繰り返して、最初は腰若干反ってもいいですから、この波でね、ここを最初、ここが一番大切なんで、ここを膨らまして、これが、すると慣れてくるとね、ここが波作ってるように見えないけど波ができてるっていうか、こう入っていくのが結構大切なんですよ。こういう風にして、技かける時でもそうなんですけども、スッとこう相手に向かってね、こうまっすぐ行くんじゃなくて、スッと相手を腹の中に乗っけるって感じ。自分の腹の上にスッと乗っけてってスッといくのね。そういう少し波になるようにスッと乗っけてってポンっていくという動作が大切になります。あとその動作っていうのはね、例えば人間を倒す時とかって言ってもそうなんですけども、例えばここに合気道の技、これ、ね、合気道というか大統領でもね、車直しとかって基本的な技なんだけど、足かけないでね、この場合例えばもちろんこれまっすぐ、これも波を作ってこうなの。これあんまり体の中でやるんだけども、例えば手だけ説明します。手だけで例えば頬を押したとしても、ただ下がるだけです。もうちょっとこっち来るか。手はこう押っつけるんじゃなくて、圧かける場所、これ圧かけて力でやっちゃうと絶対相手逆らってくるので、相手倒れてくれません。力ずくでやれば別だけど、だけどこの時にどうかけるかというと、ここでも波を使うんです。というのはオーバーにやると、まず肘の方に体重かけていく。本当は離しちゃダメですよ。でも分かりやすくするために離すと、こう、それから今度こっち側に体重かけていくと、すると相手かかってなります。これ本当は離さないで、くっついた状態でこうくっついた状態で肘に体重かけて、今度手にかけていく。すると相手がたまってこのままただ押っつけようと思ってもダメです、ね、肘からこう、肘から手に向かって、そして離さないと、体重を肘にかけてこうすると崩れてくると、ね、だから体を扱う時でも、例えばこの状態で何かこう投げる時ね、瞬間にパーンと投げるのもいいんだけど、今の理論からいくと、こういうふうにした時に入った時に、最初に腰にこう体重かけていって、次にかけていくと。だから体の使い方としてはいいんですよ。体の使い方としても、手の使い方としても、こう波を伝えるっていうの。これが首に行ったって、やっぱり首に顔があったら、ここからこう、こう、やるね、もう一回、ここでバタフったら、前にもやってるね、首の動作だけど、このままただこうやってやったって首痛いし、相手逆らうと首痛くなるだけなんですよ。そうじゃなくて、ちょっとこっちからやるか。この時も、まず、なんとなく、
こう肘の方に近い方にちょっと体重かけてやってからこっちかける、ね、体重ただこういかないで肘の方にスッとかけてやってからこうすると膝の方が勝手に曲がります。だからこの順番これも波なんですね。で一応ね何か参考になるかと思います。あの全てで波を使うみたいな直線でこう行動動きをするんじゃなくてこう波を使うというのそれを小さくしていくというのが前にちょっとねあの肛門の締めで動作として見せてくださいっていうコメントがあったんでそれに応えるつもりでちょっと説明しました。もう何度も言いますけど私もね何説明していいかわからない、コメントがないと何説明していいかわからないんでね、なるべくなんか質問の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。